どうも、浦沢直樹です。年末に電子書籍が解禁されまして、好調なんですか？好調らしいです。ありがとうございます。この度ですね、いよいよモンスターも解禁ということで、これがまたいろいろ工夫を凝らして、完全版っていうのがあったんですけども、それはあの元の通常版っていうのは全18巻だったんですけど、その形に戻しつつ、完全版で描いたイラストももったいないから皆さんに見ていただこうっていうんで、巻末でなんかおまけでついたりなんかしてるっていう、そんなこんなをやってましてですね。だからね、ただ出してるだけじゃないんですよ。電子書籍といってもね、読者の皆さんにいかにこう楽しんでもらえるかっていうことを考えますと、出すのにちょっとずつ時間がかかるっていうことで、お待たせしているのはちょっと申し訳ないんですけども、待っていただいた分また楽しんでいただければなと思うんですが、それに合わせて僕のあのインタビュー集のなんだっけ、書きまくるっていう、それも同時に出るんですけども、それを読みながら僕の作品を読んでいただくと、ちょっと解説みたいな、僕はあのヒッチコックの映画術っていうと、フランソワ・トリュフォーさんが、ヒッチコック監督にあの映画はどうやって作ったんですかっていうのを一作一作こう聞いていく本が大好きで、ああいうようなサブテキストみたいな本が作れたらいいなって思って、そのインタビューに答えてその本を作ったんですけども、そちらも合わせて読んでいただくと、浦沢作品がどういうふうに作られたのかなっていうのが分かる低仕組みになっておりますので、本の時は結構豪華版のこう本だったので、そこそこのお値段してたんですけども、結構手に入りやすいお値段になっているそうなんで、その辺もどうかなって見てみてください。あとですね、このモンスターの名前のない怪物っていう絵本なんですけども、これも電子書籍として見れるようになりましたので、こちらもよろしくお願いします。宣伝ばっかりしていても、お前はこういう場を宣伝にしか使わないのかなっていうふうに言われたりするんで、今日はですね、漫画を描いてる人とかアシスタントの方とか、そういう方から見たらもうこんなの常識でちゃんちゃらおかしいよっていう情報としてですね、スクリーントーン、今もうこのデジタルの時代にこうピタッて貼るアナログのスクリーントーンの説明を今からしようという、あのどのぐらいニーズがあるのかがわからないっていう企画をやってみようと思うんですけども、漫画作画の基本の基本、スクリーントーンの使い方いってみましょう。スクリーントーンをどういうふうに使うのかみたいなものをここで例えばこうあったとしますわね。これしばらく乾く待ちをしましょう。
僕自身スクリーントーンはですね、新人賞を取った21位の頃書いた作品で初めて空の雲ですとかそういうのを使ったんですけども、このぼかしみたいなところをホワイトで点々を消してたんですね。でその時その原稿見た編集者の人に、浦田君これカッターで削るんだよって言われまして、いやそれは本当にね、本当に衝撃走りましたね。それを知った時は削るんだっつってね。このスクリーントーンというのを紙の上にこのシートを貼ってカッターで切ってますけども、よく聞かれるんです。下の紙まで切っちゃいませんかってね。でそうなんです、切っちゃうんですよ本当にね。この下の紙まで切らない微妙な力加減ってものをね、この体で覚えるしかないんです。こんな感じにするとスクリーントーンで影がシャッと作れるということですね。でもやるとなんとなく夜景な雰囲気になると。スクリーントーンというものはこういう感じで使うですね。僕今標準は IC スクリーンだったら S の51番というのを使ってるんですね。この数字が上がっていくとどんどん濃くなっていくんですけども、今日はですねカッターで削ったりとかいうのをどういうふうにやってるんだろうということのちょっと説明をしようかなと思います。先ほどのようにこう削るっていう作業がこうあるんですけども、よく見ると分かると思うんですけども、テテテテテテンって消えてるんですよ。でそれは何でかっていうと角度なんですよ。スクリーントーンというのはこれ拡大するとこういう感じになってるわけですよ。点々がこれ今ちょっとホワイトでやってみますけどね、このぐらいの角度、このぐらいの角度でいくとこの消え方が点々のように消えるんですけど、下手してこの今こういうふうに並んでるこのラインに消してしまうと一列全部消しちゃうんですよ。こういうふうに、こういうふうになると一列ビーって消えちゃうことなんですね。でそうするとテテテテーンにならないんですよ。でこれだけ本当気をつけたいですよ。ラインに沿って削るとほらこうなっちゃうんですよ、ね、こういう削りになっちゃうんですよ。だけどこれちょっと角度を変えてやるだけでほらテテテテーンになるんですよ。塔の目を見ながら削りを入れるとビーっていう削り方がなくなるっていう、これ割とスクリーントーンの削りで大事なところなんですよね。あともう一個、さっきのこの夜景みたいなのにこうちょっとこうやったのはこうちょっとこうやってやるだけでもほらぼかせるんですよ、ほわーって。例えばこういきなりかけちゃうんですよ。急に消え出すんでこれ気をつけたいですよ。なんとなく来ましたよ、ほらこれに対して
太陽光線は上から当たりますので、上はこう白身がグッと出る。結構ねいい感じの雲が立ち上がってくるんですよ。どうです？いい天気なムードが出てくるじゃないですか。こういう時には影が重要になってきます。足りない。ね、夏っぽい感じ。はい、ご覧いただきました、スクリーントーンの使い方、削り方、果たしてこれがどのぐらいの人に役に立つ話なのか分かりませんけども、ちょっとこういうのをイメージしていくとですね、その漫画を読むのも、あ、こんなとここんな処理してんなとか言ってね、あるかもしれませんけども、これ俺の生活に関係ねえわってことでも、こういうちょっと細かい作業のちょっとしたコツですよね、そういうのっていうのは普通の日常生活にもなんかヒントになる可能性があるんではないかというぐらいの、楽観的な感じで、今日やってみました。またお会いするときを楽しみに。